やっぱり普段バカにしてないかもしれませんが、無関心なのは間違いないと思いますよ。だからその人のことが面白そうだとか素晴らしいなっていうふうに思ってた態度に出ますからね。無関心ってイコールバカにしてるっていうふうに思われるってことなんですよ。爆発的なエネルギーが自分の中になければ、そのアートもパワーを持たないんですよね。売れるか売れないか関係ないんです。もうこれをやらずには売れないようなエネルギーが出てくると、それは売れると思います。こうクレイジーなものを唯一お金にできるのがアートの作品なんですよ。皆さん、こんにちは。本田健の人生相談、ディア健ナビゲーターの小林まどかです。それでは早速、人生相談の続きからご覧ください。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーでは、リスナーの方からいただいた質問に、健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネーム、カズくんです。健さん、こんにちは。こんにちは。僕の悩みはよく他人に誤解されてしまうことです。口数が少ないのもあるかもしれませんが、何とも思っていなくても人をバカにしている、見下しているといったように、上司や同僚によく言われてしまいます。無理に笑うのもぎこちないし、ただこのまま誤解され続けるのも辛いです。誤解されやすい性格を変える方法があれば教えていただきたいです。これ辛いですよね。本当にご自身が相違としていなくても受け取られてしまうんですもんね。そうですね。まあ、一つにはね、やっぱりもっとぎこちなくてもいいから笑顔を増やすってのはすごい大事ですね。やっぱりね、笑顔にいる人には人をバカにしてるっていうふうに見られないから、だからぎこちなくても、まず笑うところからスタートしてほしいですよね。そうすると、ちょっとずつその状況っていうのも、周りからの反応っていうのも変わってきますかね。そう、多分無表情だと思うんですよ。で、無表情な人はね、人はなんかクールで自分のことをバカにしてるんじゃないかっていうふうに恐れるんですよね。でも例えばちょっとね、口角を上げてちょっとニコッとするだけでも印象が違ってくるし、挨拶するだけでも違ってくるし、そうですね、例えば相槌を打ったりとか質問を練習するっていうのはすごく大事ですよね。だから健さんおっしゃるように、口角だけでもいいっていうことですよね。このぎこちなく笑うのはどうかなっていうふうにおっしゃっていますけれども、そんなに無理してニカーって笑ったりっていうことではないですもんね。そうで、そしてね、やっぱり普段バカにしてないかもしれませんが、無関心なのは間違いないと思いますよ、カズ君。ああ、周りに対してですか。そう。だからその人のことが面白そうだとか素晴らしいなっていうふうに思ってた態度に出ますからね。無関心ってイコールバカにしてるっていうふうに思われるってことなんですよ。だから人間にもっと興味を持って、例えば目の前にいる人が素敵なところを言わなくても3つ自分で考えてみるとかね。そういうふうに普段してないんですよ。だから無関心イコールバカにしてるってことだろうっていうふうに思われるってことですよね。もしかしたら周りはもっとこうつながりを感じたいとか、ちょっと寂しいっていうような思いも感じてる可能性もありますもんね。そうですね。だからそういう練習からぜひ人間界の法則を学んでください。はい、ありがとうございます。続いてはラジオネームどんぐりさんです。私は10年ほどアート系の仕事のアシスタントをしています。自分の作品はなかなか芽が出ず、売れずにアシスタントと掛け持ちの仕事を続けて10年が経ちました。たまに自分の作品を褒めてくれる人がいるのもあり、分かる人が分かれば十分だと思っています。ただどうしてもプロになることを諦めきれない自分がいて、ここでやめてしまったらとずるずる考え、今に至ります。周りの自分よりも若い人が独り立ちしていき、そろそろ潮時かとも考えているところです。自分の才能と好きなこと、やるべきことと折り合いをつけるためのヒントあれば教えていただきたいです。はい、アートはね、やっぱりエネルギーなんですよ。だから爆発的なエネルギーが自分の中になければ、そのアートもパワーを持たないんですよね。はい、だからなんかちょっと作ったりだとか、どういう作品か分かりませんけども、それは絵にしても何にしても文章にしても彫刻にしてもね、やっぱりその爆発的なエネルギーが自分が出てこないと、アートっていうものは売れないと思います。その狂気にも近いようなそのエネルギーですよね。岡本太郎の芸術は爆発だって言ってましたけど、もうまさしくそうだと思います。なのでどんぐりさんが
うん、売れないんだったらいいかなって、売れるか売れないか関係ないんです。もうこれをなんかやらずには売れないようなエネルギーが出てくるとそれは売れると思います。で、逆に言うとそれが出てこないのであれば、まあ、プロになることはできないかもしれませんね。確かに岡本太郎さんが稼ぎがないが稼げないからこの作品作らないとは言わなそうですもんね。そうそう、売れないならやめるとかそんなことないと思いますよ。そうですね、ですよね、うん、多分なんかもう貧乏しながらでももうガーッと作ってると思います。だからやっぱアートってある意味狂気に近い世界にいないと売れないもので、まあ、っていうかそういう人じゃないとプロにならないと思うんですよね、うん、だからこれが売れたらとかマーケティングとかを考えてたら多分まあ三流で終わるんでしょうね。うん、ある意味その真逆みたいな世界ですもんね、アートって。そうそうそう、だから効率とかね、うん、コスパとか関係ないんですよ。そうですよね、その魂の叫びみたいなものがアートに入ってないと、うん、やっぱり売れないと思います。でもね、こうやってこう一生懸命やってても自分よりも後輩みたいな人がどんどんこう活躍したりすると焦ってきちゃったりっていうのも人間の気持ちとして分かりますよね。でもその焦りっていうのは心の摩擦熱みたいなね、自分と社会の摩擦熱みたいなのがあるんですよ。はい、こういうタイプの人ってすごい生きにくいんですよね。うん、変人鬼人っていう風になっちゃうから、だからそのなんかこうクレイジーなものを唯一お金にできるのがアートの作品なんですよ。うん、だからどうせ行くならぶっちぎりクレイジーでやってやるみたいな、そういうなんかわーみたいなエネルギーが ある人しかアーティストになれないってことですよね。うん、ね、ぶっちぎっていくか、うん、この鳴かず飛ばずで終わるかっていうことですよ。うん、そうだからもうこれで最後引退だみたいな気持ちでおりゃーみたいなエネルギーでなんか作ってみたら面白いんじゃないですかね。そうですね、もう本当ここで今までの全部集約してって言ったらまたなんかちょっとした突破口になるかもしれないですよね。やっぱり自分のエネルギーレベルをマックスに、情熱マックスにして生き続けられるかどうかっていうのがアーティストなんですよね。うん、そしてもう自分もなんか全身燃えながら走るみたいな、うんうん、そういう生き方に憧れる人はアーティストになれると思います。はい、ということで質問ありがとうございました。ありがとうございます。以上、人生相談のコーナーでした。続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネーム空飛ぶ絨毯さん、私がおすすめしたいのは心配事や不安が消える心の整理術を一冊にまとめてみたという松原雅樹さんの本です。私は人からよく、心配症と言われ、実際によくマイナスな可能性について考え込んでしまいます。この本の目次は初めから心配事の9割はあなたの心が作り出した思い込みとか、今この瞬間はどうあがいてもなるようにしかならないと私の悩みを吹き飛ばしてくれるような言葉がたくさんありましたということでお送りいただきました。そしてケンさんの選ばれた本何でしょうか。はい、富の福音、アンドリュー・カーネギーという方が書かれた本ですね。はい、僕も推薦 しています。はい、帯に本田健司推薦って大きく書かれてますけれども、これはこのタイミングでご紹介されたのはどうしてなんですか。これね、ちょっと久しぶりに読み返してみて、そのこれからね、やっぱりこう株がすごく上下したりだとかして、一体富って何だろうっていうのを多くの人たちが考えると思うんですよね。はい、そのアンドリュー・カーネギーって、まあ、カーネギーホールにあとかカーネギー財団とかっていう名前が残ってますけど、その50歳までもう世界の富豪となるぐらい鉄鋼王って言って、こう鉄をですね、作って大儲けした人なんですよ。はい、で確かモルガンにすごい何千億っていう金額で会社を売却して、でそのお金を生涯、後半生はですね、使うってことにすごく情熱を傾けた人なんですよね。うん、まあ、その人が語るものなので、その富って一体何なのかってこれからすごくこう大事ですよね。うん、ね、このタイミングで、はい、ありがとうございます。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマーク iofis.com までエピソードとともにお送りください。お待ちしています。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。人生は心に描いた通りになる、強く思ったことが現実となって現れてくる。稲盛和夫。
本田健の人生相談、リア健いかがでしたでしょうか。そういえば健さん、本はね、もう毎月たくさん読んでるっていうお話はこの番組の中でも伺ってはきているんですけれども、はい、その毎月それこそ何十冊って読む中で、その本を選び方ってどうされてるのかなっていうところを気になったので、ちょっと質問したいんですけれど、はい、例えば、まあ、もちろんね、知り合いの方がたくさん新刊を出されてそういうのも読んだりっていうのもあると思うんですが、例えば CD のジャケ買いじゃないですけれど、うん、そんな感じで選ばれたりすることもあるのかななんていうふうに思うんですが、どうやって決められてるんですか。僕はね、この本の中に一行でもその自分が役に立つことは書いてあるかどうかっていうので見てますね。そうするとやはりその一回、例えば本屋さんでパラパラっと目を通して決めるという感じなんですか。うん、まあ、あとAmazonでこう見ることもありますよね。あ、じゃあその書評とかをざっと見られて決められてるんですか。うん、そうですそうです。だからこう、もうパッと見て面白そうと思ったら大体買いますね。どうですか、本屋さんってすごく独特な香りで、うん、それってやはりポチでは得られないものですけれども、今まあ簡単にそうやってアマゾンでもすぐに届いたりしますけれども、本屋さんに足を運ぶっていうこともケンさんは日常的にはされてるんですか。ありますあります。今日もこの後スケジュールが空いてるので、東京駅の丸善に行こうと思ってるんですけど、そこでこう、まあ、僕の場合は実用書とかは大抵アマゾンで買っちゃうんですけど、小説とかね、こういうの今何が売れてるのかなっていうのを意識したりだとか、普段読まないようなコーナーに行きますね。あ、そうなんですか。それはやはりね、本屋さんだからこそできるものですもんね。いろんなものをリサーチにもなるでしょうしね。そうなんですよ。なので何が売れ筋かとかね、そういうのを参考にして、言いますね。ありがとうございます。はい、さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツ配信しています。今年の1月からポッドキャストで毎月100円で600回以上のこのディア健のバックナンバーが聞き放題のディア健プレミアムというものがスタートしています。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチング、さらに本田健書店や最新情報に関しては本田健の公式ホームページや LINE アットで配信していますので、ぜひご確認ください。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。不思議。